お疲れ様、お疲れ様です。あのね、今日スミレもいます。あ、こっち見てた。あのポテトチップとか、あとはスコーンとか、カールみたいなのとかね、いろんな味あるっちゃあるね。ね、まあ九州醤油とかね、あ、そうそう、あ、まあ胡椒とかね、塩とかはもうスタンダードでわかるんだけど、ちょっとこれ何味なんだろうなっていうのって、言われてわかるけど食べただけじゃわかんない時ってないですか？わかるよ、だって下東大だもん俺。そういえばそうだった。下東大だった。下同志社？偏差値だけは高いから。あ、下辺ね、高いんだよね。下辺高いから。下辺トップ型だから。ということでね。生きてる意味もやめてよ。ヒゲしすぎで下の価値だけはね。そうだね。じゃあ小池屋のスコーンです。何味なのか当ててもらおうと思って持ってきました。なるほどね、だからなんか期間限定なのかな。そう、期間限定みたい。あ、やっぱそうなんです。ジップロンとかでもほら開けたて食べさせたいじゃない。ミスターアナログだから。いや、ミセスミセスミセスミスターっつってのこれ、ほらチェックてさ、やっぱ最後にこういう袋でしたって見せた方が、あと新品開けた方がさ、しけてないでしょ、ということでね、早速もうこれ匂い、今開けたじゃん。今電気切って開けたでしょ。そういうならカメラ回すかいいのに。だってもう、ねえ、いいじゃん。そしてね、今、たった今開けたのこれね。開けて、ブルーの袋っていうのはもう見たことないでしょ、なんかイメージ。なんかでもパッケージもちょっと見えてるよね。じゃ見えないようにね、ここ。あ、上からね。見ないで、ちょっと持ってて。見ないで。こうすればいいか。青いパッケージってこと。何を狙ってんのね。何を狙ってんの。食わせてもらえるんだから。はいよ。はい。でもな、それ色もヒントになるってこと。多少あるかな。はい、もう香り嗅いじゃうとダメなので、マスクの下からちょっとめくって食べて、そうそうそう。食べるんだけどさ、まあ見ても大丈夫大丈夫。ただもうスンスンってやっちゃったらなんとなくこう分かっちゃう可能性。結構分かりやすい。これクンクンしちゃダメなの？クンクンしないでパッといっちゃういっちゃういっちゃう。ちょっとサイズ大事よね。うん。あ、でかいのいいな。いいよ。めちゃくちゃちっちゃい。いいよ。大丈夫、下取らないだから。下取らないだった。自分だからね。そうだね。半分しかないです。なんでだよ。選び方。なんか食べたことあるような。うまい。これ第一インスピレーションでせーので言ってみますか、何味か。うわー、けどこれ難しいぞ。ちょっと待って、もうちょっと時間ちょうだい。もう一個出ない？もうざっくりです、これは。あの、ね、なんで選んでよ、もう見ていいんだからさ。